ミア、待て。よし。声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて出てって。私を一人にして。私が悪いの、当然の罰よ。ミア、なんでこんな。私に構うな。くたばれ。安心して、大丈夫。私よ、傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。お前も家族だ。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえよ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいどうでもあると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。
さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。なんだい、このクソ野郎が吐きやがったよ、ジャック。こんな吐きやがった。うるせえぞ、カエルト。せっかく作ってやったってのに。なんだい、ふざけやがって。あのクソ野郎、許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは我にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ。これで十分だろ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。閉めるんじゃない。よお前もここで殺してやるとしよう。これで終わりじゃないぞ。そうだろう。
どうだ、驚いたら、あんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。わかるだろう、俺たち家族もあの子。どういうことかっていうとな。お前は終わりだ。ほら、かかってこいよ。どこへ行くつもりだい。Let's go.